上、あなたがヨルムンガンドを作った張本人なのね。あら、ラットさん。あの組織に随分と長く在籍してるのに、今まで知らなかったの？みんなに信頼されてないとか？仲間外れにされてるのかな？それとも、どこにいたって、あなたはずっと部外者ってこと？メビス、そんなことで私を動揺させようとしてるのなら、それは力の無駄よ。ヨルムンガンドが私を信頼してるかどうか、最初から気にしてないもの。むしろあなた、自分で作った組織なのに、今そのメンバーたちは別の人を孫主だと呼んでる。彼の意志を唯一の信仰と教条だと思ってる。メビウス、あなたが今どんな気持ちなのか、私は知りたいわ。私の気持ち？それはもちろん。ヨルムンガンドの王座、誰が座っても構わない。私でも、ケビンでも、メイでも、あなたでも、全然構わないわ。なぜなら、誰であろうと、その一人の意志で、この巨大な蛇の軌跡を変えられはしないから。それに、厳密に言うと、ヨルムンガンドの創設者は、私でもなく、ハイヘビよ。ハイヘビ。私の推測では、彼もあなたが作ったものなのよね。ええ、その通り。だけど誤解しないで。人々がヨルムンガンドを作ったのを私だと思い込んだのは、ハイヘビが私の意志についていくことを選んだからよ。他の理由じゃないわ。あなたの意志。確かに、あなたが聖魂の原型を作ったと、ケビンが言ってたわ。あら、全部知ってたのね。まったく、もう少し謙遜するふりをしてたかったのに。けどね、ケビンの言った通り、私は聖魂の原型を作ったまでよ。あなたの知ってる聖魂や聖魂計画、それらは全部、私とメイ博士が共同で完成させたものなの。はぁ、メイ博士ったら、もう少し早く聖魂計画を実行してくれていれば、私たちは別の結末を迎えられていたのかもしれないのに。メビウス、聖魂計画、何かが違う気がする。聖魂計画と彼女には、これほど深いつながりがあって、彼女も全文明の終焉で死んでいないとなると。どうして、聖魂計画の執行者は彼女じゃなく、ケビンになったの？英傑からあなたのことを聞いたんだけど、それも一人だけじゃないわ。へえ、エデンとサクラ以外に、私の話をする人間がいるとは。ええ。あなたがしたことは、彼らに深い印象を与えたようね。おいおい、別に大したことはしていないだろ？私みたいな人は初めてだったのか？英傑たちの反応からして、試練を通過したのに、最後の最後で英傑の贈り物を拒否したのは、もしかしたら本当に、あなただけだったのかもしれない。あなたが慎重派なのはわかってる。けど、そんなあなたが迷わずに逃げることを選んだ。渡りガラス、一体何を目にしたの？逃げる？別の言葉にしてくれないか？例えば、撤退とか。どうしてもって言うならね。それで、あなたは撤退する前に、一体な、正直に言うと、何も見ていなかった。撤退の最高のタイミングは、嫌な予感がした瞬間だ。予感が事実になってしまった時、大体もう間に合わないからな。
そういう予感に理由がないわけじゃないでしょう。一応本物の鳥類じゃないんだから。さあな。グリム童話を読んだことはあるだろ？もしかしたら、私も未来を予知できるカラスかもしれないぞ。冗談はここまでにしておく。予感の理由については、多分、違和感だと思う。違和感？ああ。私に贈り物を渡そうとしたのはメビウスだ。彼女は、雑談している時でも、彼女から離れた方がいいと思わず考えてしまうような相手だ。そういう特殊な状況なら、なおさらだろ？特殊な状況？ああ。無限の試練をクリアしておめでとうって、彼女は突如私の前に現れたんだ。そして、彼女は私を今まで行ったことがなかったエリアに案内したんだが、緑が濃くて居心地が悪い場所だった。最後の洗礼をしてくれると彼女は話したが、あのエリアに入った瞬間から私は違和感を覚えたんだ。例えば？例えば、そこは戦場として使われた場所だってすぐに分かった。職業病なのかもしれないが、そういうものに敏感だからな。おかしいと思ったんだ。封印を解くのに、なぜ戦場を選ぶのか、と。その時、あなたは古の楽園の本当の意味を知ってたの？いや、そこに向かう途中、メビウスが教えてくれたんだ。封印解除に対する私の考えを、お前も知ってるだろ？あの時、私はすでにどうやって引くか考えていたんだ。そんなに簡単じゃなかったのよね。そうでしょ？はあ、そうだな。彼女のような人は、拒否されることに慣れてると思ったんだが、まさかいきなり怒り出すとは、わからないもんだな。私が喋る前に、彼女は何かを察したようだった。本当に危険な相手だったと、そう認めざるを得ない。誓ってもいい。私はただ瞬きをしただけで、彼女は、もうどこかに消えていたんだ。消えた？ああ。ほんの一瞬で、彼女がいた場所には、その、どうしたの？なんでもない。ただ、どう表現すればいいか迷っただけだ。影だと言ったら、実体があるのは明らかだ。黒い液体と言ったら、液体よりずっと尖ってる。そして生きてるみたいで、ずっとニョロニョロ動いてて。わかりにくいかもしれないが、そういうものだ。生きてる影のようなもの？わからないんだ。あの時も今も、振り向かずに撤退するべきだって私は思う。あんなものから離れた方がいい。あれは苦戦だったよ。やめておく。しかし、私の運は結構いい方だった。でないと、今の私はこんな姿をしていないかもしれないな。私だったら、その場に残ってもう少し観察するかもしれないけど。だからお前はいつも危険な目に遭うんだよ、ライデン・メイ。それで、そういう状況って、試練をクリアしたと言えるの？
ヨルムンガンドの幹部になったということは、クリアしたってことだと思うがな。言ったはずだ。ヨルムンガンドは融通が効かないわけじゃない。試練には一定の基準がない可能性だってある。大事なのは、ここで脱皮できるかどうかだ。そういう言い方は誰かさんとそっくりね。彼女があなたの前に現れなかったことが、むしろ意外だと思うわ。それで、あなたはどう脱皮したの？あの時、私は自分が狙われていることに気づいた。贈り物を受け取らない限り、ここを出られないと。で、洗礼を終わらせるためには、他の英傑の助けが必要だったんだ。大変だったのね。ああ、仕方なく、私はエデンのところに行って、彼女を通して孫子の記憶体と交渉することになった。最後、彼の許可を得たことで、私はここを出るチャンスを手にしたんだ。彼を説得したの？そんなに難しいことじゃないさ。私はちゃんと英傑に与えられた試練をクリアした。最後の贈り物を受け取りたくなかっただけだ。確かに、記憶体としてのあの方は苦手だが、合理的な人でもある。あなたを助けたのはエデンだと思ってたわ。エデン？その話はよせ。ここを出ようとした時、一番厄介だったのは彼女だ。私たちの仲は悪くないとはいえ、本当の意味で彼女に認められるために、私は多くの時間を費やしたよ。どうして？力で解決できる問題は問題じゃない。しかしエデンは、彼女が大事にしてるのは、力以外のものだったからな。今考えてみると、十三英傑の中に、厳密な意味での非戦闘員は存在しない。確かに、もっと得意な分野があるかもしれないけど、戦闘においては、それが不得意な人でも、常人をはるかに超えた実力を出せる。エデン、スー、それから、メビウス、あなたも例外じゃないわ。お姉ちゃんは何を言ってるの？武器すら持っていない私が、戦えるわけないでしょ？私はね、普通の研究者なの。戦場に行ったこともないよ。フワとスーを同時に抑えられる研究者？どうやら全文明の崩壊は私の想像よりもひどくないみたいね。メビウス、そろそろ探り合いは終わりにしましょう。融合戦士の特殊な姿の話を、もうすでに聞いているわ。し、ラットさんは、他の人ともこんな感じで交流してるの？その優しくて可愛らしい顔には、全然合わないわね。はぁ、いいわ。あなたと同じように、私もイメージだけを見るときがあるから。そう？私はイメージだなんて思ってないけれど。どちらかというと、その方が融合戦士の本質に近い。そうよね。融合戦士の本質？ラットさんったら、本当に可愛らしいわね。私の前でそんな話をするなんて。教えて。今度は誰から何の話を聞いたの？聖魂覚醒者の封印と、古の楽園の存在意義。それと関係してる。違うかしら？聖魂覚醒者の封印？当ててみるわね。あの黒いラットさんが教えたのかしら。
質問を質問で返さないで、メビウス。私の考えが正しければ、後継者にとって彼らが経験したすべての試練、その最終目的は、あなたの前に来ること。そして、あなたの贈り物を受け入れ、自身の封印を解放する。ケビンと同じく、自身の封印を解放したあなたは、この楽園の中で唯一、それができる人よね。考えが正しければ、ね。残念だけど、外れよ。外れ？ケビンと同じ？封印を解放？ラットさん、あなたは過去のことを何も知らないみたいね。英傑たちにとって、それは封印なんかじゃない。融合戦士になった瞬間から、遺伝子に刻み込まれた本能なの。ありえない。第一研究所での事故が起こった時、スーも融合戦士になってたはず。なのに彼はその時、初めてその携帯の存在を知った。けど、あの姿は融合戦士にとって例外じゃないって、ケビンもそう言っていたわ。一体。そんなの、彼自身に聞くべきじゃないかしら。私が言えるのは、できるかどうかと、したいかどうかは、大きな違いがあるわ。あら、また戻ってきたのね。何？後悔したの？残念だけど、あなたはもう私の一番のお姉ちゃんじゃなくなったわ。だけど、もし他の実験に興味があるなら、もう一度チャンスはあげてもいいよ。いい。遠慮する。困ったな。外ではジャッカルの相手をしなければならないというのに、ここに来たら来たで、お前の相手をすることになるとは。前と同じ答えだ。興味はない。少しもな。だが、もう少し丁寧な対応をしてくれるというのなら、四季の律者の報告書、渡してやらなくもないぞ。適当に聞いてみただけよ。本当に気になってるとでも思ってるの？律者の意識を改造して他人だと思わせる。そんな簡単に思いつくことなんて、とっくに試したわ。そうか？結果はどうだった？もっと完璧な方法を見つけた。条件を提示し合うような話が好きなんでしょ？詳しく知りたいなら、さっき言ってた研究資料を持ってきてちょうだい。メビウス、わかりやすすぎる。本当に素直じゃないな。それに、お前が気になるのは、かつての戦友であるフワの5万年分の記憶じゃないとは。はぁ、本当に冷たい奴だ。私が彼女だったら泣いてるぞ。